ですね、はい、僕あれが好きでしたよ、あのかっこいいセリフ、あの骨格のしっかりしたお酒は温度で遊べますっていう、はいはい、あれとんでもないかっこいいセリフだなと思ってしびれますよあそこは、ね、あとで4人だけね、はい、ステージに上がってきてやっていただきますんだ、あれを、もう可愛い三役ですよ皆さん、覚えてますあれね、いいセリフがありましたけど、あ、ピンときてないですか皆さん大丈夫ですか、大丈夫ですか、ね、いやでもね、僕ね監督本当にやられましたよ、どう考えてもあの展開だったら、はい、川江さんと小野塚さんが、はい、ちょっとこう引かれてって、はい、そこにね、はいはい、で、アリシが入っていくって、うん、もう恋の三角関係かと思ったら、はい、ところが何や何が、ね、うん、宮地さんじゃないかっていう、うん、裏切られましたよ、監督。あ、そうですか、ありがとうございます。恋とか愛を担う役として、うん、今回 ご登場いただいたわけですよね。はいはい、あのしおりと幹事ね、川江さんと小野塚君はどちらかというとこう、なんていうかな、ほのかな、なんか甘酸っぱい青春の恋っていう感じなんですけど、本当にがっつりとした恋とか愛は実は中村さんなんですね。いや、深すぎますもんね、はい、子供をね、だって他人の子供も引き取ってっていう、深すぎる役目、はい、役でしたからね。どうでした、あんなに本当に誠実 でお酒にひたむきで、はい、なんでジェントルマンじゃないですか、うん、もう自分であの役を演じるにあたってどうでしたか。そうですね、やっぱりあの正直あのこの映画をの前はあの日本酒をそこまであの飲んだことがなかったので、はい、なのであの本当に広島に行ってからあの撮影中にあの毎晩日本酒をかなり飲んでました、かなり、はい、かなり飲んでました。覚えて、そこでそうですね、いろいろあの教えていただいて、はい、そこで学びながら撮影をしたという感じでしたから、俳優の皆さんが毎晩飲み歩いてたんですよ、はいはい、なんかとやっぱ日本酒の作りっていうのは、はいはい、その作りが秋に始まりますと、はいはい、半年間一緒に住み込んで日本酒を作ってたんですね。 なのでそのなんかこう人間関係、うんうん、親密な感情を表すためには、うん、やっぱ毎晩飲み歩くのが一番いいっていうふうに僕が言ったのではなくて、うんうん、俳優さんたちが言ってました、うん、あ、素晴らしいですね、そういう方がチームの、ね、仲も良くなりますしね。やっぱりそういう雰囲気だったんですか、現場の、はい、まあ、そうでしたね、みんなそう結構あのご飯も行ったり で、ね、でお酒飲ん で、はい、でやっぱりあの監督が監視役として、はい、次の日に響いちゃいけないからあのちゃんとした時間にあのお開きにしてくださるという、はい、なるほど、はい、11時まで3分前とか言いな先生みたいになっちゃう、そうです、そうです、11時までやっぱり撮影も早いから、今いい加減ですけれども12時ぐらいまで行ったわけだよね。そうです、そうです、ね、すごい、あの超えなかったんですね、はい、でもね、そうですね、超えないように帰って、ね、はい、そういう時ってどうなんですか、映画から離れた演技論からこうとかしないでもう世間話みたいな感じどうなんですか、そういう時。あ、そうですね、僕はそうです、世間話というか、はい、多かったです。あと日本酒にお酒についての話、そうですね、一緒に当時さんも一緒に飲んでたり、そうですね、はい、酒のうんちくもそこで、はいはい、教えていただきました、はい、さあ、正監督、はい、中村さんの演技、有重和樹その演技、もう本人目の前にいますけど今日聞いちゃいますよ、ズバッと、はい、いかがでしたか中村さん今ここで聞くんですか、ちょっとね、後から LINE、かなんかで聞いてくれみんな聞きたいからと思ってだ我々もハートを掴まれてるわけじゃないですか、キュンとね、本当ですよ、本当に俺本当に抱かれたいと思いましたもん、普通マジで超いい役だったあれ、本当ごめんなさい、いやいや、ちょっとなんとかお願いしますよそこだって難しい役でありすごく重要な役じゃないですか、うん、あのまあ、小野塚君演じる幹事と、まあ、こうなんなんですね、そうですね、どちらかしらこう硬派で、うん、まあ、ナンパというとですね、柔らかい感じですよね、はいはいはい、繊細な感じをよく表現していただいたなっていう、うん、はい、ふうに思います。なるほど、はい、ということでございます、はい、思い描いたちゃんとその像をやってくださったってことですね、本当です、難しさはなかったですか。そうです、あの飲み比べのシーン、幹事との飲み比べのシーンは結構大変でした、うん、え、小野塚君が本当にあの、うん、ド S なのですごい、まあ、あの本物のお酒ではあのなかったんですけれども、あの量を飲んでしまうと本当にもう次のシーンに響くぐらい酔っ払いちゃいそうだったので、小野塚君また強いもんだから、俺は本物でもいいですよって言うけどそのままじゃないですか、役柄そのままの、はい、あのシーンはもう大量の水を飲みましたね。で, すで, す、はい、でかかったですもんね、あの茶器というかあるもんね。はい、すごい杯みたいなね。あんなことはやってはいけません。良い子の皆さん、真似をしないように。美味しくね、お酒は飲むんですけどね。でもあれ、自分からね、有重さんの方からまさか挑むんですもんね。あの、そうですね、出されて。はい。買いに3回するんだから、はい、3杯、
サンバ、いや、そうですね、そうですね、はい。あれは震えますね。はい、本当に震えますし、震えるような芝居なんだよね。ああ、そうですね、はい、うん。あの、喧嘩を売ったことない人間が、確かに、そうですね、初めて、人生で初めて喧嘩を売る瞬間なので。なるほど。そのちょっとね、こうドキドキ感も出しながらって表情を確かに。うん、はい、そうでしたね。あ、私、DVD 何度も、いや、笑ってますよ。ちゃんと見てるんですか。ちゃんと見てるんですか。田中さん的にどうなんですか。実際に飲んで酔っちゃうと、はい、なんか結構乱れるタイプなんですか。あ、僕は本当にずっと笑ってますね。すごく明るい、本当に。そうですね、楽しい。あ、いいお酒ですね、はい、それ。はい、はい、はい、で僕は個人的にすごく気になるんですけど、もうあのやっぱりカメラ回ってると、でその撮影期間中って本当に入っちゃうっていう役者の方言うじゃないですか。はい、あの例えば川谷さんのこんなシーンさんドキッとしちゃったとか、宮治さんのこと本当に好きになっちゃいそうだっていうのとか、うんうん、そういうのってあるのかなと思いました。あ、はい、でも本当に2人ともあの素敵な、あの魅力的な方で、うんうん、そうですね、あの宮治さんとはすごい、宮治さんが本当にフランクな方なので、回ってなくても、もう、はい、そうですね、うん、なのでまあ、 あの年上のですし、うんうん、すごい、はい、あのあ、カメラが回ってないところでも、うんうん、ああいうなんか感じでした、ね、その姉御肌的に、そうそうですね、はい、っていう風に接してくださったので、うん、結構それがあの劇中でもなんかこう生かされた部分があるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、そういうのが出ますもんね、ああいうチームって、ね、仲いいとやっぱりそれが伝わってくるというか、うん、だからそれを踏まえて DVD ブルーレイ見ていただくと、ね、あそこもう一回見てもらいたいですね。そうですよ、お水をたくさん飲んでる中村さんが、はい、タフタフになっていく中村さんがね、見れるという。そうですね、はい、え、もう時間？もう？もう、まあ、でもね、そう、もっともっと行きたいんですけど、これ意外とね、はい、1時間行けるやつですから。そう、いや、絶対そうですよ、まだまだね、聞きたいことたくさんありますから。最後にね、あの、取ってつけたようなんですけども、はい、あの女性のこんな仕草にね、はい、ドキッとするとかいうのもしあれば聞かせていただきます。仕草ですか。あ、でもやっぱ、いや、香りが、香り、はい、に惹かれますね。仕草じゃないか、これは。でも、いや、でもそういうのもね、はい、どういう匂いとかはありますか、それは。どういう匂いですか。それも説明できない感じですか。はい、いい匂いが、いい匂いが、シャンプーの香りなのか、香水なのか、いろいろあると思うんですけど、はい、女性の香りが、はい、まさか最後の質問がその質問だと思いません。必死に今日ね、女性作家に聞いたんです、始まる。女性目線でなんか、ね、みんながどんなこと聞きたいの、こんなんでいいですか、あと何が聞きたいですか、あと寝るときどんなのが来てるかとか聞いてます聞いてます人が、ね、知ってる、もう知ってる、もういや知らないでしょ、知らないですね、ストーカーだけです、私の。ちなみにあの、はい、寝るときはどういう格好で、あ、ちゃんとパジャマで。どんな感じ？あ、モコモコ、モコモコの、いや最近寒かったので、モコモコ、モコモコです。ちょっと恥ずかしいですね。可愛いかなと思って、意外に柔らかくて、そう、なんか男性の方でやっぱパンツだけで寝る方とかっていらっしゃるじゃないですか。僕寝れなくて、うん、ちゃんと服を着て寝ます。